公益財団法人スポーツ医科学研究所は、日本初の総合型スポーツ医学及びスポーツ科学の診療、研究機関として開設され、医学に基づく診療、科学に基づく技術や体力等のスポーツ診断を実施している公益法人。旧文部科学省スポーツ青少年局スポーツ青少年企画課所管。所在地は愛知県知多郡阿久井町にある。公益財団法人スポーツ医科学研究所ホームページより、スポーツ外傷、障害の診断、治療再発予防、パフォーマンスの向上を目標とした、リハビリテーションスポーツ外傷、障害の予防、治療に関する研究活動スポーツ医学情報の発信体育館、トレーニングルームを中心とした、研究部門と診療部門。一周約85メートルの室内ランニングトラック、52名。収容可能の宿泊室、100名収容可能な研修室隣接して、阿久井町の野球場、陸上競技場がある。平成24年度事業計画書。公益財団法人スポーツ安全協会。2012年9月5日閲覧。ABCDE、施設概要。スポーツ医科学研究所。2015年3月29日閲覧。ありがとうございます。